はい、どうもこんにちは、ヒカルです。デジモンですね、やっていきましょう。次何やったっけな、まあ、次はスレイブモンや。フリーエリア、あ、そうこれや、これや。まあいよいよもう、そういえば究極体になっとんもんね、ルーチェも。もう完璧ですけども、どうでしょうか。そうなんですね、まあ、装備使われるのが痛いところやけどな。まあ装備使われへんでだいぶ痛いもん。まあでもそれに補うぐらいの強さをしとるわけやから、まあええかなって思うのもあるけどね。フリーエリア、マイス君関係ないわ、強かったら。そうでっか、右やろ、どこ行っけん、こっちちゃうかな、右やって。ゲコゲコゲコモン、おーっとイベント、人間、おっスレイプモン、させないよ、今度は僕がいるからね。助っ人というわけで。あんたね、話は聞いて。どうしてだ、電脳空間にあふれる人間、将軍が私を突き動かす。様子がおかしいよ。え、リナ、壊したい欲望の赴くままに行動する。この電脳空間ごと現実。はあ、何それ、人のせいって。自分の行動の責任は自分だけにしか。なんだと、あんた全然私たちのこと。生意気な小娘が。ブイブイやっちゃいなよ。おい、さあ、あ、もう戦いないね、速攻で。え、もうロイヤルナイツ戦うと。てんてん、すごい音楽やな。何度でも振り切ってやるわ、スレイモン。おお、え、回線こいつめっちゃ速いもんな。あれ、え、ほう弱えぞ。ブレトル、ブレイブトルネード、セルリアー。あ、これ解除してへんの。強えな、これ強いな、てか何これ、ミフロスト。おお、3倍でそれ結構強いけど、てか魔法攻撃やから耐えただけで、多分本来めっちゃ強いはず。ああそうかそうかそうか、青分が悪い、弱点。あ、青、赤じゃないとあかんやん。こいつはやばいな、視力が高すぎても。どっちに回っても強いかな、こいつは。どっちにも回れてやばい、サポートにも回れるし。こいつのブレイブトルネードの強さが半端ないけどな。それにゃー600やんのこれ、ドーン、まず一発やん。ビフロスト、さばきを受けよ。なかなかやないか、やるな。ただエフクオ、エクソーラあるからな、こっちに。これやばいな。はい、エクソーラ、ビオーラ、ててんてん。もう終わりげ、ドン、次終わりやん。終わりました、シャインレーザー3。回復するの全員が、そういえばあれはもうつくのに悲観だ。おりゃー、ズドン。あれ携帯変化ないやろ、そんなこいつに。え、逃げた。うわ、やっつけたよ、もうアルフォース V ドラモン。ああ、来た、よっしゃー。どう、ちょっと、わかな、とどめ、なに、おのれ、違う違う、あたしとしばらく一緒に旅でもしない。私がに、だって人間の嫌なところばだから、しばらく一緒にいれば。それが本当に誤解である。もしこおいい、その代わり人間、オッケー、じゃあこの世界話を最後まで出発。あ、ちょっと待ってよリナ、レレレ、え、もうやってないよな、これで終わりか、多分ロイヤルランズのあれは。そろそろチャプター動き出しそうやけどな。そうか、実際は駆け巡っていただけで火が、しかし
死のんともあれ、アルフォース V ドラゴンは得難い戦力だ。そうだ、新ブレンド。なんだその微妙な顔。今まで秘密にしていたが、彼女は私の四大傑作レシピの一つ、カツオだしとバルサミコ。恐ろしいわ。あ、来た、チャブダスミスやな。これでなかなか順調にロイヤルな。だがドゥフトモンもこちらの。ドゥフト新たに全然出てこへんな。おい立て、今度は私たちは今そっちまで手が浅草。いいだ、今ゴタゴタのせいで契約周りが曖昧になっているようだ。レーザ君の出番。おー一気に進みそうやな。行くか。そろそろ殺し合うんすよ。やっぱなんか行けそうな気するけど、そろそろもう。あーもう多分行けるやろな。行こうかな、ぶっ飛ばそうかな。殺し合うレベル上げすぎな、まあ、とりあえず全体攻撃持っとるウォーグレーモン使って。これで誰で倒せるやろ、ほとんどのやつ多分。ウォーグレ全体攻撃で倒していこう。殺し合うも久しぶりやな。行くでー、行きますせー。ごっついその顔見したりたいけど、行くで行くで、見せられへんの残念やな。ごっつい変な顔してる。俺はお前の顔常に見せときたいわ。はぁ、おい、え、真田新た、え、あ、無理だよ今。マジかよ、あ、そっか、言うこっちゃな。マジかよ、フレミタンテージにしようよ。なんかしたいな。ててん、いやでももう結構終盤やもんな、絶対ストーリー的には。うん、気になるな、ストーリーが。よいしょ。たたたたたん。今作ページもほんま面白いな、これは。わからんもん、気になるもんな、ほんま、続きが。これ対戦とかもうちょっと充実させちゃったらよかったらな。対戦が。浅草行きます。浅草参ります。うわ、これあれやん、ハッキング能力やっていかなかやん。衆議院、オッケー、ゴー、どんどん行きますぜ。お、あーもうなんかおるぞ。もうこの奥やろ。ああ、もう絶対そうやろな。俺敵出えへんようにした方がいいんじゃない。いや、まあ別にできてもレベル上げになるから。そうかね。すいません。あ、ええよ。こう。俺結構長かった。じゃあまだ奥があるんか、ただ単に。え、なんか防がれてへん。なんかアイテムめっちゃ歩くんし、しかも。大丈夫。大丈夫。フォークも大丈夫や。アイテムめっちゃあるやん。お、ブレイブポイント。もういらんねんけどな、ブレイブ。経験値のやつか、あれ確か。腹の足してもならへんわ、あれは。でで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 。いくぞ、みんな。いくぜ。ガイア。ガイフォ。あ、もう。カトシオフにしたやん。元気だな。スイヤー。ウォーグレイもやばいな、ほんま。あれマックスだから使われへんやん。もうルーチェムの方がいいな。うん、まあ、ルーチェムの方が魔法やからな。あいつもルーチェム全体やろ。そうやで、完璧や、その点においては。ルーチェムのあの技ってグランドクロスより強い。いや、あれ貫通がないからな。でグランドクロスの方が上やん多分。どうやってオプションとかじゃない。オプションや、オプション。いけるんじゃん。ボスじゃないんじゃない、しかも。え、いけへん。あの両サイド行かなかったことやな、また。ああ。リスク置いてあるわ。前もこれ行ったからな、確かこれ。レーレー。よーし、ルーチー、最高。あれ。ルーチーもこれです。リスクありましたね。無理しちゃダメだよ。お、パネも。ルーチー遅いんやな、まだスピードが。ルーチー遅いな。どれくらい食らわせたの？これ、半属性やな。
全員許すっていうのが痛いな、このパーティーでも。ただオッケー倒した。君がいてくれてよかった。よかったばい。知力ほんま高い。素早さめっちゃ遅いもんな。知力のバケモン。知力やばい、やばいけど。一個。ギュイーンと。お、絶対アルタおりそうやな。よっさ。出てきそうやな、アルタ。よっさ。いや、わからへんけどね。いやー、しょーい。やめて。そう言うなよ。でん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 。あ、リリマや。お、強いやん。弱点やって強いな、やっぱ。ほっ。弱いな、でもこれは。バーストブレイン。3倍。4万やもんな、俺経験値。うまいな、経験値。おの、スバースがほんま。スバース150じゃない、こいつ。少ないわね、スバース。スバース低。低すぎる。え？マッハラッシュ。無属性。物理攻撃いらんて。いらんな。なんでこいつ覚えんねん、この技。なぜやろ。スバース低。ルーちゃんも、成長期一番強いんちゃうんかい、もしかして。な、気がしてきたな。あいつ強かったからな、ほんま。でー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 チリンも。チリンチリンやん。チンチン、テアゾラニー、イワン、テアゾラゲン、デンデンデン。さばき、ディバインアトーンメント。弱いな、あれ。2万。素早さ上がっていけ、どんどん。2レベルで知力がやっぱ多い。攻撃防御はもういらんからな。知力ダントツやばいわね、こいつ。やばいな。おーっと、切れてましたよ、これで。バケモンクラスの知力しようかな。受けた。キュイーンと。一気に上がってほしいな、どんどんもう。デジライン。こっからどんどん成長期待しとこう、ルーチェの。なんかルーチェ並みに強い、なんかかっこいいやつ欲しいな、また。おるやろな、まだまだ全然。お、イベントや。ちゃうかな。あ、ステージ切り替えただけか。え、おるやん、なんか。イータがあれ。イータさんいますよ。なんか進化してないかな、イータ。イータ出てこい、イータ。あ、あれだ。あれだ。え、ちゃうわ。え、あ、誰や。ユーゴ。ユーゴじゃないやろ。あれだ。あれだ。何？何するつもりやん。なぜやな。イーターでも貫通しないな、イーターは。厄介だな。え？ああ、マジか。まだこいつ共闘ない、ここは。ウォーグレ。やばい、もうこれで貫通しまくって肌つける、うん、最強ゴミやもんな、いったらもう。オッケー、いけいけ。弱いな、ほんまにフェルモン。オッケーオッケー、イメルトブルースやめろ。オッケーオッケー、勝った。これ一気に貫通攻撃、一気に締め締める。よっしゃー、強よっしゃー。やばい、うん、貫通やばい。貫通ってほんまなんでこんな強いんやろな、うん、こいつ超防御高いやろ、このイーター。高いな、うぜ、効かんな。おら、終わったか。終わったか。8万。おお、打ちくれるな。うま、一人でこれやったんや、こいつ上がりほんまやばいな、バラバラやな。攻撃5しか上がってんのに。あ、攻撃いらんからな、こいつ。視力ほんまやばいな。うん、一気に6レベルとか上がるもんな、ここの。うまいで。でも他らともレベル1個も上がらんからな、まあ、きついな、うん、もう意味ないからな。お、どうするつもりな。え、来るな、そこで見えてる。え、風穴や、風穴。え、取り込んだ。え、自分のもんしたってこい。こんなことができちまうんだぜ、俺。食ってやる、哀れな。誰だ。奇妙な気配を感じて来てみれば。リュウグモン、おぞましい姿になり果てたものだ。お前はもはや
人ではない。それがどうした、人間のままじゃダメだ。そうか、邪魔をするな。その行為が友をさらなる一歩。おたく並べてないでさ。え、どうなるのこれ。知らん。竜王も戦う。てめえを食って強くなる。竜王も強っ。レベル50、ロイヤルセーバー必中。これは防げない。え、発光する。ミス、ミスかよ。これは防げない。もう母さんが全部こっちもしない。父ちゃんやばい。すぐに終わらせる。何やねんこれ。え、これは防げない。どういうことやねん。え、これは防げない。めっちゃ防がれとる。ジグも空振り、滑り系。え、何これ。え、あれだ。バカ。これさえあれば。止めるな。わかったぜ。今の俺じゃ、あ、なった。ま、逃がさんぞ。あれだ。あれ最終的にボスになるんかな。かもしれんな。まあ、ボスさ、ラスボスじゃないやろけど。変身するぞ。まあ、スウェードがおるからな、まだ。あ、でもなぜ、うん、一気に進んだな、今回。チャプター16入るんか。オメガマン、かっこすぎやろ。でかすぎやろ、オメガ。うん。残るロイヤル。あと5体。エグザも、ドゥフトも、ユナスも。クレニアムも、クレニアムも、そしてロードナイトも。なんかねえオメガモン、この中。ああ、奴らを味方。そっか、あ、じゃ、でもでもお台場にドドーンと居座ってるエグザモン以外はどこ。もしかするとロード、え、そうなの。リエさんの端末を追跡したら、それがロードナイト。いや、ロードナイトも暴走状態にあるエグザモンは彼らにとっても無視。エグザモンだとすると、エグザモンは我らロイヤルナイツの中でも最高クラスの戦闘力を持つ別物だ。なんとしてもロードナイト。では今こそ味方についたロイヤルナイツたちの。そのようだな。そんじゃ決まり。え、あ、あの、うん、そうだね。なるほど、各自の判断。そバカっぷる。君たち、私は事務所からサポートする。よし、さあ、お題は。あ、はい、その、う、嘘。リュウ君が彼を追っているの。人間を理解しようと言っていた彼の身によほどおぞましい変。殴ろう、一人一発。あ、オメガモンもだよ。ノキアが望むとあらば、だがここはまずお台場。ユグザモン最高クラスの変動力。っていうかオメガモン。ああ、承知している。人間をより深く知るため、いつかノキアが言って無理を言ってすまなかった。うん、いいの。ノキア君。まあね、あれカップの16、ダイバーシティドラゴン、竜の住ましま。どんなかっこいいタイトルね。16来たか、ついにチャプター16。おっしゃ、ファイアーエンブレム的に見ても結構もうラスト近いぞ。やばいな。16章もあると思ってんかったからな。でもまず俺これデジモンのストーリー素晴らしいな。お台場も直接行ってんから、もう行ってんじゃん。もう終わりやけな、時間的には。もう終わるかじゃ。パーティーは。ああ、別にそんなすぐ急いでレベルアップするのないか。別に
SP は全員手元。早くせえへんのやな、俺全員。どうしようかな。でもまた退化させてって意味ないしな。まあ普通にあれなんじゃない、敵と戦闘せずに、まあ、レベルだけ上げながらあいつそいつで。SP で回復したいんじゃないその。レベル上げてか、まあこれでいいかじゃ。はい、というわけでじゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。